どっかこれっぽっちのヘタレだからだろう。また噂のあいつがバズった、まあ正直ジェラった、ただこうしてベッドで僕は腐っている。ここ最近調子悪いが、いや本気はまだまだ、もうどうにもこうにもなってくれよ釈迦様の敵。